式年遷宮記念神宮美術館戦宮とは、神社の本殿の造営、または修理の際に、身体を従前とは異なる本殿に移すことである。本殿が従前とは異なる境内に新築移転したり、同じ境内で別の位置に新築移転したりする際のほか、本殿の修理や、新築の際に一時的に身体を移動する場合にも、遷宮という、大抵祭礼を伴う。 定期的な仙宮を式年仙宮という。式年とは、定められた年の意。単に、式年仙宮というとき、伊勢神宮の神宮式年仙宮を指すことが多い。式年仙宮は、式年祭の一種と言われる。社殿を建て替えるだけでなく、宇じ子の信仰心を再確認する意味がある。予定通りの仙宮を、聖仙宮、天災、人祭により予定外の本殿の修繕、 建て替えが必要になった場合に、仮の建物に移す遷宮を、仮殿遷宮、予定外に本殿を新たに建てた上で、聖遷宮と同様の儀式を行い移す遷宮を、臨時遷宮と区別する場合がある。なお、本殿を造営、修理することなく、身体を移すことを仙座と言い、仏を他の場所に移転する場合にも用いる言葉である。また、天皇についても用いることがある。 古材は、宇治橋の鳥居のように、伊勢神宮内で使われたり、戦災や災害の被災神社の再建、復興に使われる。厚田神宮では、社殿は、伊勢神宮の式年遷宮の際の雇用材を譲り受け、1955年10月に再建された。工学館大学の桜井春夫教授によると、2013年の伊勢神宮の式年遷宮の古材も、 東日本大震災で津波に流された東北地方の神社社殿復興に使われる予定。四季年仙宮の周期はそれぞれの神社で異なる。かつては、香取神宮、鹿島神宮、宇佐神宮、春日大社、諏訪大社などでも行われた。鴨のノ祖神社は21年ごとに行われてきたが、東、西本殿とも国宝に指定されたため、現在は一部を修復するのみである。 春日大社ではほぼ20年に一度、本殿の位置を変えずに建て替えもしくは修復を行ってきたため、式年遷宮ではなく、式年増体と呼称している。また、出雲大社は、おおむね60から70年ごとに建て替えられてきたが、必ずしも定期的ではないので、式年遷宮に該当しない。ありがとうございます。